ケイ君、ケイ君、これ、ケイ君、ちょっとこれ検索してもいいですかケイ君、僕が、僕が検索していいですかケイ君、ケイ君、僕が検索すると何が出てくるんですかねケイ君、ケイ君。ケイ君のブログ出てくるのかなけあ、あの、こっちか。あの、あれですね。なんだ。こっちか。 僕が検索すると違う結果になったらどうします ?K 君。K 君。<laughs> 僕が検索して違う結果に出てきたら、この、あれですね、K 君。今、台風だからね、ちょっと重いな。おお、おお、おっ、お、う、っ、んうんうんうん、出てきたかな業界初のダブル報酬。 業界初のダブル報酬あ一1ページ目に出てきましたね、僕も。僕も1ページ目に出てきてます。おすごいじゃないですか。ケイ君すごい。ケイ君すごい。僕も1ページ目に出てきてますよ。すごい。やりましたね。要はね、僕はちょっと疑問に思ったのが、このスクショでログインしてんじゃないかな、みたいな。 こシークレットウィンドウでね、検索しないとダメですからね、シークレットウィンドウ。<laughs> これシークレットウィンドウじゃないですよね、おそらく。なんか、多分なんか名前がログインしてる名前があるんで、これ大丈夫ですか <laughs> 常にあのシークレットウィンドウで検索してくださいよ。<laughs> これちょっと僕もあの、シークレットウィンドウでもう一回ちょっと検索してみよう。まあなんだ。検索結果違うので、 シークレットウィンドウで常にね、あの、検索しないとダメですよ。ぶっちゃけ今って、その検索エンジンって、本当に人、ワン、ツーでその、変わりますかね、表示されてるやつが。うん。ああ、シークレットウィンドウでも一応1ページ目に出てきてますね。うん、業界初のダブル報酬。うん、いいじゃないですか。 常にシークレットウィンドウで何もログインしてない状態で調べるっていう癖をつけた方がいいと思います。このスクショを見ると、あの、多分何かでログインしてるんじゃないですか。うーん。はい、OK ですかはい。これはもう、あの、基本ですからね <laughs>。これマジで基本ですよ。ウェブ、ウェブマスターになるんだったらこれマジで基本ですからね。今、今本当に一人一人検索結果、 一人一人カスタマイズされてますからね、Google の AI が進化してるんで、わかります特にログイン、G、Google でログインした状態で検索したら、もう自分にカスタマイズされた検索結果になりますから、うん、これはね、ほんと気をつけないといけないですね。うん、はい。このスクショ、スクショにネットビジネス初心者が浮き彫りに出てるじゃないですか。なんかこの 名前で、名前がここのウィンドウあるからな。多分これログインしてんじゃないですか。うん。どうなんだ。<laughs> まあいいや <laughs>。まあとりあえずおめでとうございます。